ナナヤイビン。今日の動画はですね、4月の国際通りの様子を撮影していきたいと思います。はい、以前ね、国際通りの動画撮影したんですけど、またね、今ちょっとまん延防止等重点措置でいろいろこう変わってきてるので、今の様子どんなかっていうのを撮影していきたいなと思います。いいよ、そうそう。まだ背が高いから、そうなってるからちゃんと映ってるね。ちょっと前のめりでね。大丈夫、170超えてるからね。そうなんですよ。すごい天気が良くなってきてる。本当、よかったよかった。めっちゃ晴れてる。今日の天気ちょっと怪しかったんですけれど、だいぶ良くなってきてます。国際通り人少ないね。そうですね。車通りは多いと思ったけど。そうそうそう。カッター閉まってるお店も。お店結構閉まってるわ。いや、雑貨屋さん雑貨屋さん。臨時休業されてる。箸がね、適用されてるので、ちょっとね、飲食店とかお土産屋さんとかは結構やっぱきついということで、もうね、こう時間短縮じゃなくて休業をしてるところも結構あります。平日はさ、いつもだったらもうめっちゃ人多いんだよ。そうですよね。マンナ、国際通り歩いたりするんだ。しますします。あ、本当に？でも昼間は少ないかもしれない。夕方とかが多いかな。あそこさ、新しくできたお店なんだよ。え？知ってた？あ、ビュースパ、聞いたことあるかも。沖縄コスメの。そうそうそう、ビュースパさんです。新しく国際通りにオープンしたコスメなんですけども、ちょっとなんか撮影できるかちょっと聞いてみて、いけそうだったら入りましょう。いいよ、そうそう。すいません、YouTube の撮影してるんですけど、それをした。じゃあ行きましょうか。メンズコスメ。そう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 、メンズコスメ。パック使ってみた。そうそうそう、この男性用のコスメもあって、以前ちょっと海ぶどうのパック使ってみたんですけど、よかった。ね、クチャが良かった。クチャがすごい良かったんですよ。すごい気になる。小さいお試しサイズもある、ね。いいクチャパックが個人的にはすごい良かった。泥なんですよね。沖縄のお土産とか悩まれる方多いと思うんですけど、なんかこういったパックとかをまとめ買いして配ったりっていうのもいいかもしれないです。あ、柑橘系のオレンジ系、あ、いい香りする。結構このサラサラなオイルで髪の毛乾燥してるので、どんな感じのつけ方かな。香りもいいので全身に使えるっていいね。いいですよね、1本で。だからちょっと移動がある時とかも1本持ってって、めっちゃいい。これ夏絶対最高。顔にやったらいいですね。シワさんの顔でしていますね。ちょっといいですか？シワさんの香りだ。めっちゃ癒される。いい。しまる。いい香りじゃん。いい香りね。こうずっとしてきたい。それぐらいいい香り。映えてます、背景と一緒に。あとなんか感触、手の甲に置いた時の感触がすっごいもっちもち。粒子が細かいので、肌の奥の奥まで毛穴の汚れをね、しがないのを消されですね。すごい。フォトブースもあります。めっちゃおしゃれ。キャー。いいですか？ブーゲンビリアじゃない？那覇の花の。ああ、ブーゲンビリアだ。綺麗。那覇の花なんで。那覇市の花。わあ、ツルツルすごい。どうなってるか。楽しみです。すごいすごい、違う色が違う。結構透明感がアップしてね。大容量。私が使ったグッズです。リュウスパさん、素敵。いいよ、そうそう。いや、楽しかったね。いいお店だったね。素敵でした。お土産におすすめなので行ってみてくださいね。新しくできたとこですので。お腹すいた。お腹すきました。食べてない。ご飯食べてないです。なんかちょっといい感じのお店があったらちょっと入りましょう。嬉しい。意外とね、国際通りお店の移り変わり早いから、歩いてみないとわからないとこ結構多いんですよ。だからね、ちょっとこう今こんな感じだよっていう撮影できればなと思います。で、今そのまん延防止等重点措置が適用されていて、飲食店とかは、夜の8時まで営業になってます。で、お酒の提供が夜の7時までということで、結構時間が短くなってるので、観光でね、沖縄来た方からするとこれから楽しみたい時間帯なのにっていうね、すごく残念ではあるかもしれないんですけれども、踏ん張んないといけないよね。頑張り時ですね。だからできることはちょっと応援していきたいなと思います。いや、そうそう。この貸し店舗、ここももう閉まっちゃってるな。シャッターがね、シャッターが目立つ。結構閉まってるお店も多いので。夜、今昼だからまだいいんですけど、夜とかこの辺り通るとすごくちょっとやっぱ寂しいですよね。あ、このハテルマってお店美味しいよ。へえ、そうなんですか。ここ美味しい、ここ美味しい。ここは私が結構おすすめのお店です。友達が来た時とかに一緒に行ったりする。あ、そうそうそう。え、閉店？ああ、らしいですね。あ、そうなの。そうそう、閉店セールしてたって。国際通りのドラッグイレブンがね、中央店がちょっと閉店ということで、結構薬局が一時期やっぱインバウンドの影響で多かったんですけど、コロナの影響でだんだんもうバタバタお店結構畳んでるところ非常に多いです。正月にもさ、国際通り撮影したわけさね。その時も結構人多かったんだけどね。そうなんですね。結構いたんですよ。前の動画見てくださったら分かると思うんですけど、正月は結構三が日は多かったんですけど。でれん、問題。国際通りは長さはどれくらいあるでしょうか。答えはですね、1.6 キロです。で、奇跡の1マイルと呼ばれてます。なんで奇跡の1マイルかっていうと、沖縄戦でね、結構その那覇はかなり壊滅的な状態ではあったんですけれども、国際通りとかね、坪谷の辺りとかは結構こう復興をどんどんしていったんですよね。で、あんな焼け野原から復興を遂げたということで、奇跡の1マイルと呼ばれてます。それに、ね、伴って海南の辺りとか、あとは牧志公設市場とか、そういったところはもう1950年代ぐらいからだんだんこうできてきて復興していったので。ただ今回はちょっとその国際通りの端から端まで行くっていうよりは、ちょっと途中で U ターンして、また反対側もね、どんな感じかっていうのを撮っていきたいなと思いますね。いや、そうそう。ちょっと予定を変更して、市場本通りの方をちょっと歩いてみたいと思います。ちょっと賑わってて嬉しいね。本当だ、ちょっと賑わってる、賑わってる少し。ではこれから市場本通りの方、中入ります。あ、本当だ、ひんやりしてる。涼しい。いいね。こんにちは。ゆりさんは今日は。あ、そうなんですね。顔写真違う。赤間製菓さんです。市場本通りにありますので行ってみてくださいね。沖縄の伝統菓子が食べられます。はい。私こっち好きなの。あ、そうなんですね。そう、ちょっと紹介したい。私のすごい好きなお店があって、うららさんっていう古本屋なんです。ここは結構その沖縄関連の普段手に入らないような本も結構売られてて、私個人的にめっちゃ好きなんです。ここでいろんなこう資料を集めたりもたまにするので、もしよかったら歴史とか好きな方とかは行ってみてください。いや、そうそう。あぐーとんかつこしょんって美味しい。美味しいよ。行ってみる。いいですね。いいかも。食べてみる。じゃあちょっととんかつ食べよう。肉を食べましょう。私がすごい前食べて美味しかった。アグーとんかつこしょんさんっていうお店がありまして、マナが行ったことないっていうので、そこにちょっと行ってみましょう。とんかつを食べて自分に勝つ。いいね。あ、空いてるね。あと串カツの盛り合わせ。はい。7種5種。はい。いや、そうそう。昼から飲みます。はい。いいね、いいね。はい。これ作り方が。今日暑いから。あ、そうだよ。最高。はい。昼飲み。乾杯、カリー。カリー。ありがとうございます。うん。美味しい。最高。暑いから。美味しいね。カッチーサクラ。いただきます。ゴーヤー。私もゴーヤーと思ってた。ゴーヤーね。ゴーヤー食べたい。あ、やばい。松田ルーチーです。熱い、気をつけて気をつけて。こんな。おいしい。美味しいよね。サクサクでトロトロです。ゴーヤーをいただきます。ゴーヤの苦みがいい感じ。ほろ苦さがいいね。ふわふわです。いただきます。ふわふわな感じするよ。分厚い。いい笑顔よ。ごちそうさまでしたですね。いっぱい食べて、とんかつ食べた。